弁天山古墳は千葉県富津市国母にある前方公園墳である。国の史跡に指定されている。富津岬の南側の付け根に流下する国母川、岩瀬川の下流地域に単独で存在する前方公園墳で大理塚古墳の南 4km に位置する。周堀は残っていないが、昔の地石図から縦型集合の存在が想定されている。 噴球しそに円筒埴輪が巡ることが確認されているが、継承埴輪は未確認である。明治元年に国防藩の藩校を建設するために噴録を削って、以来、噴球はたびたび改変を受けていたが、昭和2年4月に小学校を建設するため、公園部の噴丁にあった五島神社の一部を崩した際に、石室の一部が見つかり、内務省に報告された。 これを契機に発掘調査が行われ、昭和4年に国の史跡に指定された。噴球は崩壊が著しい状況であったが、1975から79年に補足調査と噴球の復元工事が行われた。主体部は公園部噴丁に存在する自然一室見の縦穴式石室で全長4.9メートル、幅0.96メートル、高さ0.75メートルある。 床面には、円歴が敷かれ、天井石3個が載せられている。天井石2個は加工材、1個は自然石であり、中央部の石には両端に縄掛け突起が作り出されている。天井石に縄掛け突起を有する縦穴式石室の事例は、先両山古墳、筆宮山古墳、屋敷山古墳など機内で数例知られているが、東日本では東古墳が唯一の例である。 石室内部からは二度の発掘調査で、鉄剣、自家刀、鉄属、洋流炭鉱、昇格付下部と、鉄釜が掘り出されている。築造時期は五世紀後半五郎と見られ、大理塚古墳に後続する時期の主張墓と考えられる。大塚初重、小林三郎編、俗日本古墳大辞典東京堂、出版、2002年、428ページ。 弁天さん古墳千葉県、ありがとうございます。